猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す凶悪殺人鬼。噂では犠牲者は数千人にも及ぶって話だべ。やばすぎやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、いい感じのプレゼントが用意できたんやけど、部屋以外でも一緒に過ごすって出るんかな、選択肢。セレスや。そんな。困りましたわ。この楽屋にはクリーニングがないのですね。クリーニングは、ないのか。ランドリーならあったよ。お洋服が汚れてしまったら、染み抜きはどうしたらいいのでしょう。どうしよう、セレスさんと一緒に過ごそうか。過ごそう。仕方がありませんわね。本来であれば、あなたのような方と二人きりなんて、私のプライドが許さないのですが。まあいいでしょう。私の暇を潰させて差し上げましょう。上から。セレスさんの暇を潰させてもらった。へり下ってる。でもご機嫌じゃねえか。セレスさんと少し仲良くなれたみたいだ。プレゼント渡そう。白ウサギの耳当て、どうよ。ゴスロリがどうのこうのって、ほら。ゴスロリファッションブランド、イナバウア。これで。あら。ちょうど欲しかったものが偶然にも目の前に。偶然とかじゃないのよ。まあでも出てきたのは偶然やけど、ガチャから。天からのご褒美でしょうか。ありがたくいただいておくとしましょう。天からじゃなくってね、私からなんだよ。少しは喜んでくれたかな。ナイギくん、あなたには特別に教えて差し上げますわ。何を？ギャンブルの必勝法です。あるの？もちろん存在します。いいですか？よく聞いてくださいね。すべてのギャンブルには戦略性が必要です。その戦略があれば負ける可能性は一気に減ります。ですがギャンブルの面白いところは、そんな戦略を圧倒する力が存在する点なのです。戦略を圧倒する力？運ですわ。実は。運には幸運と不運という二つのみが存在します。そこには普通という概念など存在しません。そして、運という要素はその人が設計される瞬間に、すでにプログラムとして組み込まれているのです。もう生まれてくる時から決まっとるということ。よろしいですか？それが運命。つまり、運こそが命なのです。さて。ここまで話せば、もうお分かりになったでしょう。もしかして必勝法って。そう。私は生まれながらにして、ギャンブルの幸運をプログラムされているのです。ですから負けることがないのです。それが必勝法？あなたは超高校級の幸運らしいですわね。それは私のギャンブル運をも上回るのか。いずれお手合わせ願いたいですわね。ま、でも超高校級のってついてるのに負けたらいかんよね。ごきげんよう。それではごきげんよう。それだけ言うとセレスさんはそっと立ち去っていった。幸運というより不運なんだけどな。なおさらギャンブルには手を出さない方が良さそうだ。セレスの通信簿に今の情報を追記いたしました。何かしら実績が解除されたんやけど。おめでとうございます。スキルポイントが上がりました。なんか一瞬何が起きたのかと思ったよ。何の通知が来たかと思った。セレスさんと別れた後、僕は自分の部屋へと戻っていった。一回一回部屋に戻るの何？結局ここが一番落ち着く的な。お、夜時間になった。なんか女の子たちとばっかり過ごしよる気がするね。まあ、でも主人公は男やけど、私女やけん。感覚的にね。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、何の関係があるんやろうね。禁止となります。この先なんか影響が出てくる部分あるんかな。ではでは、いい夢を。次のモノクマ劇場は？ちょ、若干楽しみになってきたんよね。モノクマ劇場。もう3日目も終わりか。3日目。これで3日目が終わり。うんうん。僕らは、いつになったらここから出られるんだ？てか、1日目、2日目以降、ん？ 2 日目もか。じゃあ1日しか経ってないんか。今回は全員で集まることはなかったんやね。僕はベッドに寝そべり、ぼんやりと天井を見つめながら、いつの間にか浅い眠りに落ちていた。深く眠ろう、深く。でも、そろそろなんか始まる？殺人。来たよ、モノクマ劇場。何あれ？ミニ四駆？Z
迅速かつ早急な手こ入れが必要なのです。速さのない対応策など、後に立つ後悔と同じなのです。世界を支配するのは、すなわち速さだと思いませんか？だからこそ、F1 ドライバーはモテるのです。そうなの？遅い作業なんて、バカでもクズでも誰でもできます。一生かければ、ダメ人間でも名作を作れるのです。一生かけて作るような作品ってなんやろうな。その前に飽きそう、私。一週間も、三日も持たんかもしれん。早い方が偉くて賢いのです。平泳ぎや背泳ぎより、クロールの方が偉いのです。カーブやフォークよりストレートの方が偉いのです。私個人的に背泳ぎが好きなんやけどね。なんか楽しい。懐石料理よりファーストフードの方がすごいのです。月刊漫画家より週刊漫画家の方が賢いのです。賢いかどうかは置いといて、すごいよね。どんなスピードでって感じやん。大変そうとは思う。つまり、速さこそが世界基準の歌詞なのです。だからこそ、僕は早急なテコ入れが必要だと論じるのです。これさ、テコ入れってことは、要は、モノクマ的には、その殺人が起こってほしいっていうことなんよね。何かしらこう、起爆剤になるようなことが起きて、誰か人間不信になるとか、なんかそういう、仲間内を疑うような何かがあって、ああ、そろそろ起きそう。この間、0.00002秒。どの間？モノクマ劇場、始まってから終わりまで？どんなスピード？いやいや、ない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 。そんなスピードじゃないやろ。来たよ、4日目。そっか、もう4日も平和に過ごしとんやね。まあ、みんな、心持ち的には平和ではないんかもしれんけど。モノクマ的にはね。さて、今日も張り切っていきましょう。じゃあもう最初からあれか。もう、皆殺しにするぐらいの感覚なんかな、モノクマ的には。モノクマの不快な声に目覚めさせられ、僕はゆっくりと体を起こした。浅い眠りとか言いながらきっちり朝まで寝よりやないかい。ふぅ、今日もあんまり寝られなかったな。なんか日に日に疲労感が増していくような。何？途中でトイレに起きたとかそういう？と、その直後だった。お？誰か来たぞ。部屋に来客のインターホンが鳴り響いた。何？誰？出たくないな。ブスッとか刺されん。やっ。グッモーニングだぞ、苗木くん。石丸くん。うん。では、お邪魔するぞ。なんかちょっと、あれよね。若干このテンション面白く感じてきたよ。僕の返答も待たず、石丸くんはズカズカと部屋に入ってきた。何？どうしたの？どうしたの石丸くん。いくら荒波に揉まれようとも、両足をしっかりとついていれば倒れることはない。君もそう思うだろう。意味が、そうだろう、そうだろう。一人で荒波を持ちこたえるのが困難なら、互いに支え合えばいい。いいかね。そうやって嵐を乗り越えるのだ。何どういうこと？要はなんか絆を深めるとか、信頼感を、みたいな感じ？苗木くん、僕は昨日の夜からずっと考えていたんだ。僕らはもっと固く協力し合うべきだったね。まあ多分これからね、人間不信、仲間内でちょっとこう、不審に思うようなことが起きると思うけん、そこは大事な気がする。そこでだ。これから毎朝、起床時間後にみんなで朝食を共にしようと思う。これまでバラバラやったんやね。成長せ。そして、今日、その記念すべき最初の日にするのだ。だから、すぐに食堂に集まってくれたまえ。でもな、なんとも言えんね。デスゲーム系って、毎日一緒に集まって、毎日一緒に食事したりとか、一緒におる時間多いパターンも、多いけど、でも、死んでいくもんね。どっちがいいって一概に言えんのか。そして今日その記念すべき最初の日にするのだ。だからすぐに食堂に集まってくれたまえ。いいか。では、僕はこれで失礼するぞ。他のみんなにも知らせて回らねばならないんでな。また僕の返答も待たず、石丸くんは早足に、足早に歩き去っていった。とにかく食堂に行けばいいんだな。向かいますか。しょうがない。外に出ます。もうみんな向かっとんかな。とりあえず誰もおらんぽい。行くか、食堂へ。お？トウコちゃんじゃないっすか。どうもー。あの、深川さん？何
何よ。何よ。いや、なんでここにいるのかなって。早く食堂に行った方が。分かってるわよ。心の準備が必要なのよ。心の準備？なんで？緊張するわ。いつもなんかちょっと変態チックな笑いとともに。何に緊張してるんだろう。みんなで集まること？仲間って言われたことを意識しとんかな。まあ主人公しか言ってないんやけどね。通信簿そういえば気になっとったよね。どんな感じに記録されていきようやろ。とりあえず前園さん、あ、スキル？あ、獲得情報。なるほど。どんどん情報が増えていくのかな、これ。どうなんやろ。とりあえず獲得情報と獲得スキルが増えていくっぽい。ね、見てない、見てないというか、一緒におらんかった子は2ページ目がないんや。なるほどね。なんか必要になってくるのかな、データが。じゃあやっぱ一通りみんなと一緒に過ごした方が良きっすね。今後の犯人探しとかに役立つようになるんかもしれん、情報が。あ、どうも、来たよ。聞きたまえ。よーし、みんな集まったな。では早速、朝食会を始めるとしようか。朝食会。成長せよ。諸君、わざわざ集まってくれてありがとう。やれやれ。断ったのにおめえが無理やり連れてきたんじゃん。うん。さっきも話したと思うが、ここから脱出するためには僕らが一層互いに協力し合うことが必要不可欠だ。何？引っ張って連れてきたってこと？その第一歩として仲間同士の信頼を築き上げるための朝食会を開催することと相乗った。これからは朝の起床を知らせる校内放送後、この食堂に集まるようによろしく頼むと。まあ、これで一応ね、毎日全員の生存確認ができるっていうのもあるけど。では早速朝食をいただくとしようではないか。でもわざわざ集まることによって何かしらいさかいが起こる可能性も増すんよね。あー、あれやな、プラスの面もあればマイナスの面もあるな。他人と朝食を食べるの？緊張するわ、そんなの初めてよ。あ、そこ？え？給食とかは？初めてじゃないやろ、ほら。ま、高校からは学食とか分かれる可能性があるとしても、中学までは確実に給食やろ、多分。あれ久しぶりですらねえんだ。そんなことよりさ、あれから手がかりをつかんだやつはいないの？食堂にシーンという擬音が響き渡った。マジで？何も進展なし？ちょっと、犯人に関してでも逃げ道に関してでもいいから、誰かなんかないの？自分はよろしいですか？死にますわよ。は？何？お分かりですか？他人の前で弱みを見せているようですと。あなた死にますわよ。やめろって。あんた何言ってんの？死ぬとかふざけないで。言いましたわよね。適応力こそ生命力であると。早くここの生活に慣れるべきですわ。なんなのよ。ああ、いつまでも逃げようとしよるのかってこと？あんた頭おかしいんじゃない？ここに慣れろとか、何言ってんの？その女はここで暮らしたいらしいな。だったら好きにさせとけ。だけどな。俺はごめんだ。絶対出ていくぞ。ね、キリギリちゃんずっと見かけてないな。元気かな？ではお好きに。で、手がかりは何もねえの？何なの？犯人なら決まってるよ。よっぽど異常で猟奇的なやつなんだよ。じゃなきゃ私たちをこんなところに閉じ込めたりしないもん。つかさ。そんな感想的なことはどうでもいいから、実際のところ手がかりは。何？どうした？なんか見つけた？何？異常で猟奇的な犯人って線から考えるとさ、ひょっとして犯人って例の殺人鬼だったりしないよね。何？例の殺人鬼ってそんな話あったっけ？え？あった？わからない、覚えてない。何？もしかしてオープニングというかプロローグの時になんか家でニュース番組流れおったりとか、そんなシーンあった？わからんねえけど。例の殺人鬼って藤崎さん犯人に心当たりでもあるの？心当たりっていうか、ひょっとしたらって程度なんだけど。この際程度は問題じゃない。発言を許可する。君の許可は別にいらないんで。あのね、みんなジェノサイダーショーって知ってる？ジェノサイダーショー誰？それってネットとかテレビで話題になってる連続殺人犯の猟奇的かつ残忍な手口で発電を繰り返す凶悪殺人鬼。
現場には必ず被害者本人の血で、チミドロフィーバーの血文字を残す。なんだそれ。通り魔的かつ、無差別的で突発的な犯行ばかりゆえ、警察もその足取りをつかめていない状態。そんな連続殺人事件の容疑者に、ネット上で与えられたあだ名が、ジェノサイダー翔だったな。この中にそいつがおるとかいうことは、なんで翔っていう名前がついたんやろ。そこも適当に。別に本名に翔が入ってるわけじゃないよね。特定されてないんやったら。噂では犠牲者は数千人にも及ぶって話したべ。やばすぎやろ。何その殺人鬼、やばすぎやばすぎ。それって都市伝説でしょ。せいぜい数十人とか、それでも異常だけど。数十人規模で殺しとって捕まってないってちょっと警察やばすぎるやろ。とにかく常軌を逸した殺人鬼らしいけど、そんな超ド級の変態殺人鬼ならこんなことを仕組んだとしても不思議じゃねえってか。もしかしてキリギリちゃんじゃないよね。その超高校級のなんとかかんとかみたいなの一人だけ明らかになってないやん。超ド級じゃなくて超高校級の変態殺人鬼の可能性はあるってことやね。でも確証はないっていうか、ただの推論だけど。待って、今日もキリギリちゃん聞けないやね。つうかそんな奴が犯人だとしたら、ものすごいクリミナルな問題じゃね。うん、大丈夫だって。絶対に完璧に間違いなく大丈夫だって。だってさ、もうすぐ助けも来るんだし。え、何？確定？助け？だって私たちがここに閉じ込められたからもう数日経つんだよ。急に連絡に取れなくなった私たちを心配して、そろそろ警察も動き出す頃なんじゃない。でもそういうのってやっぱ根回ししとんじゃないかなと思うよね。こういう特別な高校の寮に入ることになったから、この期間中はとりあえずね、この期間中はみたいな、なんか言ってそうじゃない。それが数年とかになったらなんか動き出すかもしれんけど。おやおや、警察だって。警察なんか当たりしてんの。貴様現れたか。お前ら警察にはどんな役割があるか知ってる。引き立て役だよ。悪の組織や悪役やダークヒーローの、あいつらがやられることで悪役が引き立てられんの。そんな安直な役割しかない警察を当てにするなど、お約束といえどもどうかと思いますぞ。っていうかさ、そんなんでたいなら殺しちゃえばいいじゃん。なんだそりゃ。笑うとこダメ。徹底した芝居っぷりに感心してるんよ。もしかしてまだサプライズと思っとる。あんたまだ言ってんの。もはや現実逃避よね。つうか何のようだ連続殺人鬼さんよ。は連続殺人鬼？変な名前、ドイツ人？はいはい、おめえの正体は分かってんだよ。無視無視。警察のお偉いさんに、これの視聴者的な、このデスゲームの視聴者的な人がおるんかと思って、そういうわけでもないから。ただ単に警察はしょぼいよってことが言いたい。はいはい、それでは話を戻して。学園生活が開始されて数日経ったわけですが、まだ誰かを殺すような奴は現れないよね。しょぼー。お前ら、ゆとり世代の割にはガッツあるんだね。でも僕的にはちょっと退屈です。何を言われたって、僕ら人を殺したりなんだ。わピコン、ひらめいたのだ。つまり場所も人も環境もミステリー要素は揃ってるのに、どうして殺人が起きないのかと思ったら、そっか、足りないものが一つあったね。足りないものってなんだよ。何？足りないもの。動機？いや、でも動機、外に出たい。動機か。他の人への、他の人への、悪意？悪意？いらん！あ、動機でいいんか。出ていきたいは動機じゃない？ズバリ動機だよ。ぷっぷっぷ。だったら簡単。僕がみんなに動機を与えればいいだけだもんね。動機は出たいでいいと思うね、私的には。ただ、人を殺すための勇気とか、殺す相手への悪意的な、こいつは死んでもいいみたいな。動機だ？どういう意味だ？あのね。ところでさ、お前らに見せたいものがあるんだ。やるね、話変えんな、こら。お前らに見せたいのは、ちょっとした映像だよ。違うよ。18禁とかアブノーマルとかじゃないよ。本当にそういうのじゃないんだから。学園の外の映像なんだってば。あ、ここにおる人たちがおらんくなっても、特に変わってない外の世界の様子じゃない。
ショック受けそう。学園の外の何の映像だよ。マジマジ。旦那も気が見つけや。そいつを見てのお楽しみじゃねえですか。なんでも学校内のある場所に行けばその映像が見られるようになってる、なってるらしいですね。あれやない。あの玄関ホールじゃない。おきにぎりちゃん来た。だったらすぐに確認してみましょう。でもその前に聞かせてもらえる？あなたは。あなたは何者なの？どうしてこんなことをするの？あなたは私たちに何をさせたいの？うん？僕がお前らにさせたいこと？殺し合いじゃね？ああ、それはね。鉄棒、それだけだよ。そのために呼ばれたのかみんな。さて、後のことが知りたければ、お前らが自分たちの手で突き止めるんだね。ほん。この学園に潜む謎、知りたければ好きにして。僕は止めないよ。その学園に潜む謎を知ったら絶望するんじゃない？どうしようもないっていう真実にたどり着いて絶望してしまうんじゃない？それはそれで警察も関係するとか、なんかいろいろと思った以上に大きな組織みたいな。だってお前らが必死に真実を探し求める姿も面白い見せ物だしさ。僕も楽しませてもらおうっと。この見せ物っていうのが多分そのお偉いさんたちに対してのじゃない？言っちゃいましたね。それに今回も結局何も聞けじまいで。そうかしら。いいことを聞けたじゃない。真実を追い求めるのは自由。あいつはそれを止めはしない。なるほどね。されど、学園の外の映像とは何のことだ。気にかかるな。そうだな。じゃあここは大和田くんがぐるりと食堂内を見回したかと思うと、その視線は僕に向けられたところで止まった。うん。苗木、ちっと調べてみてくれ。なんでそういう役割になったの？なんで僕が、うん、おめえが扉の近くに立ってるからだ。決まりだろ？そういうことね。決まりだって。おいおい。おい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 。なこら！え、怖い怖い。叫んなこら！俺がこうやって頼んでんだ。ちっと調べるくらい簡単にできるだろうがよ。分かったよ。じゃあ行ってくる。すまねえな。本に切るぜ。あの、だったら私も行きます。一人だと危険じゃないですか。うん。女の子がついてきてもな、お前っぽいよ。そっか、分かったよ。じゃあ二人とも頼むぜ。なんかあったら助けを呼べよ。速攻で俺が駆けつけてやっからよ。最初から来いよ。大和田くんってひどい人なのか頼れる人なのかよくわかりませんね。多分仲間うちには優しい人なんじゃないかな。今のところ知り合ったばっかりやけんあれやけど、多分なんかこう認めた相手にはなんかすごい仁義とか情に熱そうな感じせん。どっちもなんじゃない。悪人じゃないとは思うんだけど、善人でもないだろうな、間違いなく。だってほら、現実の世界でもそうやん。不良とか、まあ、ヤンキーと、まあギャルは別に悪いわけじゃないけど、なんかああいう子らって仲間内なんか友情に熱かったりするけど、そんな感じよきっと。それでモノクマさんが言っていたある場所ってどこのことですかね。映像が見られる場所らしいですけど、いっぱいあるよね。でもメインっぽいのは玄関ホールじゃない？違うかな。映像が見られる場所って言ったら、はぁ、自分で探せってか。なるほどね。なるほどね。周りに人はいない。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、なんか前園さん常に一緒におる感じやけど、どうなんやろ。この子は被害者側になっても加害者側にはならんのかな。それともやっぱ一緒におったら怪しまれん剣っていう感じになるのかな。まずやな、なんか闇深そうやしね。